この丘があいつの世界、他人のために戦い続けた男が手に入れた歩みの果て。一度夢を見た。どちらも正しかった。どちらも正しかったのです。ただ結末が願ったものとは違っただけ。悲しまないで、優しい子。無価値であっても構わないの。救いはなかったけれど、私たちはこの債務からようやく解放されるのだから。助けてもらったんだ。助けてもらったからには簡単には死ねない。俺は生きて義務を果たさなければいけないのに、死んでは義務が果たせない。人々を救うために呼び出されたのに、救うより先に人間がしでかした不始末を押し付けられた。聖杯のヨルベに従い、この一個の断りに従うならば答えよ。誓いをここに。我は常世すべての善となる者。我は常世すべての悪を敷く者。汝三代の言霊をまとう七天、抑止の輪より来たれ、天秤の守り手よ。と、あなたが私のマスターか。私は負けない。私は世界で一番強いマスターなんだから。敵を知らず、この刀だけで十分。自分のためではなく誰かのために戦うなど、ただの偽善だ。お前が望むものは勝利ではなく平和だろう。そんなものはこの世のどこにもありはしないという。正義の味方？誰も傷つかない世界だと？おかしなこと。人間とは犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。さあ、理想を抱いて敵視しろ。敵を殺して、今すぐあいつを殺して。バーサーカー、貴様が相手ならば俺の剣隊も晴れるというものを。神話の戦いをここに再現するとしようか。お前が信じるもの、お前が信じたもの、その正体が偽善だと男は言った。それでもそういった男こそが最後までその偽善を貫き通した。ならやっていける。借り物のまま、偽物のままでも構わない。たとえその先に求めていたものが何一つないとしても。行くぞ英雄王。武器の貯蔵は十分か。思い上がったな、雑種。